GSFCKSCJPL アフク、g r c m s f c ークラーク、JSCSSC、NASA のフィールドセンター NASA の施設は、アメリカ合衆国内だけでなく、世界中に存在する。アメリカ航空宇宙局の本部は、ワシントン DC にあり、局に対して全般的な指導を行い、政治的リーダーシップを発揮する。NASA のフィールドセンターは全部で10施設あり、 NASA の仕事のリーダーシップを取り、業務を執行する。これらの重施設とは、エイムズ、アームストロング、グレン、ゴダード、JPL、ジョンソン、ケネリー、ラングレー、マーシャル、ステニスである。他のすべての施設は、これらのフィールドセンターのうちの少なくとも一つのリーダーシップの下に属する。これらの施設の中には、歴史的あるいは管理上の理由により、 複数の設備を持つところもある。NASA はこれまでに様々な観測所及び望遠鏡を使用、または支援してきた。その一例として NASA 赤外望遠鏡施設がある。2013年に出された NASA の観察相関室の報告書により、NASA のあまり利用されていない施設を基地閉鎖、再編委員会様式の組織に統合することが勧告された。 観察相関室は NASA の155施設のうちの少なくとも33施設が十分に活用されていないことを明らかにした。メリーランド州に所在するゴダード宇宙飛行センターゴダード宇宙飛行センターはアメリカ合衆国で最大の科学者と技術者の共同組織であり宇宙空間からの観測を通して地球、太陽系、そして 宇宙の知識を豊かにするための研究に専念している。無人の科学的宇宙船を開発、運用する主要な米国の研究所でもあるほか、宇宙の仕組みの科学的研究、開発及び運用、並びに、それに関連する技術開発を主導している。ゴダードの科学者らは、ミッションの開発と支援が可能で、ゴダードの技術者らはそのミッションのための宇宙船を設計し、 建造することができる。コダードの科学者ジョン・シー・マザーは COBE に関する業績によって2006年のノーベル物理学賞を共同受賞した。コダード宇宙飛行センターは宇宙飛行を追跡、補足してデータを取得する2つのネットワークを運用し、先進的な宇宙、地球科学のデータ情報システムを開発、維持しているだけでなく、アメリカ海洋大気局のために 衛星システムを開発している。フロリダ州に所在するケネディ宇宙センターケネディ宇宙センターは最もよく知られた NASA の施設の一つである。1968年以来アメリカ合衆国で行われるすべての有人宇宙飛行のための発射場となっている。もっとも有人宇宙飛行は2018年現在一時休止しているがケネディ宇宙センターは アメリカの民間宇宙プログラムのために、ケープカナベラル空軍基地に隣接する3つの発射台から無人のロケット打ち上げ施設を管理、運営し続けている。そのアイコン的なビークル組み立て棟は、世界で4番目に大きな溶石を持つ構造物であり、1965年の竣工時には、世界最大であった。ケネディ宇宙センターは、フロリダ州のメリット島に位置し、 大西洋に面するケープカナベラルの北北西、マイアミとジャクソンビルの中間のフロリダ州、スペースコーストにある。2011年時点で、計1万3100人が勤務していた。約2100人は、連邦政府に雇用された公務員で、残りは契約労働者である。カリフォルニア州パサデナに所在するジェット、推進研究所ジェット推進研究所は、 アメリカ合衆国発の宇宙ミッションエクスプローラー1号の背景にあった機関であり、後に NASA の一部となった最初の機関であった陸軍弾道ミサイル局と一緒であった。カリフォルニア州ロサンゼルス軍産ガブリエルバレー地域に位置しており、ラキャナダ・フリントリッチとの境界に接するパサデナ市に本部が置かれている。ジェット推進研究所は、 近くのカリフォルニア工科大学により運営されている。JPL の第一の役割はロボットを用いた惑星探査機、宇宙船の製作と運用である。他にも地球軌道及び天文ミッションを主導している。さらに NASA のディープスペースネットワークの運用も担当している。アームストロング飛行研究センターはエドワーズ空軍基地内に置かれ NASA により運営されている航空に関する 研究センターである。アームストロング飛行研究センターは、NASA にとって航空に関する研究のための最も重要な場所であり、世界で最も先進的な航空機の数々を運用している。また、スペースシャトルがエドワーズ空軍基地に着陸した場合に、シャトルをケネディ宇宙センターまで輸送して返すために設計された、ボーイング747型機を改造した。 シャトル輸送機の本拠地でもある。2012年12月31日、連邦議会会員は賛成404票、反対0票で、それまでドライデン飛行研究センターとして知られていた施設名を人類初の月面歩行を成し遂げた宇宙飛行士、ニール・アームストロングに敬意を表して、現在の名称に解消した。 バラク・オバマ大統領は2014年1月16日に正式に法改正のための署名をした。グレン研究センターはオハイオ州ブルックパークに位置しており、中の一部として1942年に設立され、後に NASA と合併して航空機のエンジンを研究するための研究所となった。1999年。 アメリカ人の戦闘機パイロット、宇宙飛行士であり、政治家でもあったジョン・グレンにちなんで、センターの名称が公式に、ルイス・フィールドの NASA ジョン・エイチ・グレン研究センターと、解消された。グレン研究センターは、NASA のすべてのミッションと、主要なプログラムを支援しており、特に航空工学及び宇宙飛行の両面について、革新的な技術を研究、開発することに優れている。 マーキュリー計画とジェミニ計画からスペースシャトル計画及び国際宇宙ステーションまで非常に多くの NASA のミッションがグレン研究センター発の要素を含んでいる。グレン研究センターの中核的な適応能力にはエアブリージングと宇宙空間での推進及び低音楽、通信、電力、エネルギーの貯蔵及び変換、マイクログラビティ科学、先端材料が含まれる。 アラバマ州ハンツビルに所在するジョージシーマーシャル宇宙飛行センターマーシャル宇宙飛行センターはサターン V 型ロケットとスペースラブが開発された場所である。NASA の中でも規模が最大のセンターの一つである。マーシャル宇宙飛行センターはスペースシャトルの推進とその外部燃料、タンク、ペイロードとそれに関係する乗組員の訓練、国際宇宙ステーションの設計と組み立て、 コンピュータ、ネットワーク、そして情報管理について先導する NASA のセンターである。MSFC はアラバマ州ハンズビル近郊のレッドストーン兵器省に位置しており、その名称はジョージ・マーシャル元帥に敬意を表して命名された。エームズ研究センターの風洞施設群、エームズ研究センターは1939年12月20日に中の研究所として創設され、 1958年の NASA の設立と同時にその一部となった。施設名は中の創設メンバーであったジョセフ・スウィートマン、エイムズの名にちなむ。エイムズ研究センターは NASA の10施設ある主要なフィールドセンターの一つでカリフォルニア州のシリコンバレーに位置する。歴史的にはアークはプロペラ機の航空力学に関する風洞研究を 行うために創設されたのであるが、次第にその役割は拡大して、航空工学、宇宙飛行及び、情報技術の分野の研究と、技術開発も担うようになった。また、宇宙生物学、小型衛星、ロボットを使用した月探査、情報処理、適応システム及び熱防護の分野において、リーダーシップを取る。ラングレー研究センターラングレー研究センターは、 最も古い歴史を持つ NASA のフィールドセンターであり、バージニア州ハンプトンに所在する。ラングレイ研究センターは、第一に航空工学の研究に重点的に取り組んでいるが、アポロ月着陸船の飛行試験も、当施設で行われたほか、多くの注目を集める宇宙ミッションの数々も、当地で計画、設計されている。1917年に、 アメリカ航空諮問委員会によって設立され、現在そのプログラムの3分の2が航空工学に捧げられ、残りは宇宙分野に専念している。ラングレーの研究者らは40カ所以上ある風洞を用いて航空機及び宇宙機の安全性、性能、効率性を高めるための研究をしている。百五十八年から百六十三年までの間、NASA は マーキュリー計画をはじめ、ラングレイ研究センターは、スペースタスクグループの主要なオフィスとして従事した。その後、このオフィスは1962年から1963年にかけて、ヒューストンの有人宇宙船センターに移管された。ヒューストンに所在するリンドンビー・ジョンソン宇宙、センター・ジョンソン宇宙センターは、NASA の有人宇宙飛行訓練、研究、 および飛行管制のためのセンターである。テキサス州ヒューストンに位置する1620エーカーの敷地内にある100棟の建物から構成される複合施設である。この中にはクリストファー・シークラフト・ジュニア・ミッション・コントロールセンターも含まれる。ジョンソン宇宙センターはアメリカ合衆国の宇宙飛行主体の本拠地であり、米国出身および国際的な 協力宇宙機関出身の宇宙飛行士の訓練を担当している。そのミッション中の中心的な役割によってしばしば一般にミッションコントロールと言及される。JSC はアメリカの有人宇宙飛行プログラムをまとめるために NASA の創設直後に結成されたスペースタスクグループが発展的に解消して設立された。新しい施設は ライス大学から寄付された土地に建設され、1963年に開設された。1973年2月19日、同年に死去した元アメリカ大統領でテキサス州出身でもあったリンドン B. ジョンソンに敬意を表して、施設はリンドン B. ジョンソン宇宙センターと改称された。JSC は全米20カ所ある NASA の主要なフィールドセンターの一つである。 ジョンシーステニス宇宙センターは、ミシシッピ州、ハンコック郡のパール川沿いのミシシッピ州とルージアナ州の宗教近くに位置しており、スペースシャトル計画が終了するまでは、NASA の最大のロケットエンジン試験施設であった。現在は、地域団体、州の団体、国の団体、国際団体、私立及び、公立の団体、機関など30を超える団体によって、 ロケットの試験のために使用されている。また、NASA シェアードサービスセンターを含む、オーストラリアに所在するキャンベラ新宇宙通信施設キャンベラ、新宇宙通信施設は、オーストラリアのキャンベラ郊外、ディドビンビラにある地上局である。この複合施設は、ジェット推進研究所により運営されるディープスペースネットワークの一角をなす。一般には、 イドビンベラ新宇宙追跡局と呼ばれることもある。1965年3月19日に正式に開設された。施設はキャンベラ市街から離れたところにあるため、パラボラアンテナから生じる市街地の高周波のノイズを遮断するのに適している。ジョンズ・ホプキンス大学の応用物理研究所は主要な研究施設の一つである。ありがとうございます。